どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 GoTo トラベルキャンペーン事後申請開始ということでですね、解説やっていきたいと思います。以前にね、一度この事後申請についてはですね、動画出したんですけども、ちょっとね、必要書類もね増えておりますんで、改めてね解説やっていきたいと思います。ちょっとね、いつもとね撮影部屋違うと思うんですけども、こちらもですね、ちょっとね、とあるホテル泊まらせていただいて、この動画もですね、また出しますので、そちらもね、楽しみにしていただけたらなというふうに思います。8月14日よりですね、この事後申請が開始というふうになりまして、送付先ですね、またオンライン申請もね、開始というふうになりましたので、対象の旅行をね、持たれている方はね、確実に申請するようにしてください。この動画にはですね、目次機能をね、概要欄に入れておりますので、見たい項目からね、時間クリックしていただくと見ることできますんで、そちらもね、ぜひ活用してみていただけたらなというふうに思います。まずね、GoTo トラベルキャンペーンの事後申請ね、手続き対象の旅行についてなんですけども、2020年7月22日から8月31日、9月1日チェックアウト分というふうになっておりまして、GoTo トラベルキャンペーン支援対象の旅行、宿泊であることというふうになっております。またなんですけども、こちら当たり前っていう話になるんですけども、GoTo トラベルキャンペーンのね、割引販売されてないものということが条件というふうになっております。支援のね、対象ホテルについてはですね、こちらの動画の概要欄に公式サイトね、載せておきますので、そちらね、確認してみてください。次にですね、GoTo トラベルキャンペーンの事後申請に必要な人ということなんですけども、旅行業者である Yahoo トラベルとか楽天トラベルなどの旅行業者を通して予約して、事前決済された場合はですね、こちら申請する必要がないっていうふうになっております。まあ、これはですね、旅行業者に問い合わせるっていう形になっております。で、この動画をね、作ってる時点では、まだね、サイトが、出来上がってるのはですね、Yahoo トラベルぐらいしかありませんので、まあ、それ以外はですね、まあ、順次対応っていうふうになっていくと思いますんで、ちょこちょこね、公式サイトチェックするようにしてください。またなんですけども、旅行業者を通して予約して、現地で支払いをした場合、こちらね、申請する必要があります。またね、宿泊施設ね、直接予約した場合もこちらね、申請する必要がありますので、こちらもね、覚えておくようにしてください。それではですね、手続きに必要な書類ですね、以前動画で出した時よりですね、書類増えておりますんで、こちらね、気をつけてください。ちょっとね、画像こちら辺に出しておきますけども、事後還付申請書、支払いの内訳が分かる書類、宿泊証明書、口座確認書、口座が確認できるもの、代表者の住所が確認できるもの、同伴者居住地証明書ということで、全部でね7枚の書類がね必要というふうになっておりまして、特に支払いのね内訳が分かる書類、それと宿泊証明書についてはですね、ホテルからもらう必要がありますんで、もしねこの書類持たれてない方はですね、宿泊したホテルに問い合わせる必要がありますんで、こちらは覚えておくようにしてください。でまたなんですけども、7つ目の同行者居住地証明書っていうのがですね、こちらが新たにね追加された書類というふうになりますんで、こちらもね覚えておくようにしてください。それでですね、ご自身で用意する必要がある事後還付申請書と口座確認書、同行者居住地証明書の記入例をね見ていきたいと思います。ちょっとね画像を出しておきますけども、まあ、こんな感じでね記入してっていただいて、まあ、特にね難しいところはないかなと思うんですけども、まあ、宿泊施設をね直接予約したのか、予約サイトをね利用したのかっていうのはねチェックがする必要がありますんで、そちらね忘れずにチェックしていただくのと、一番下にですね必要書類っていうのがね一覧で出ておりますよね。こちらもね最後ね送付する際、インターネットで申請する際にですね、ちゃんと足りてるかね、確実にチェックするようにしてくださいね。次にね、口座確認書ということで、まあこちらはですね、本当に金融機関の情報をそのまま書くだけなんで、そこまでね、難しいものではないかなというふうに思います。次にですね、同行者居住地証明書ですね。まあこちら画像を出しておきますけども、予約を特定する番号がある方は記入するという形になっておりまして、こちらない場合はですね記入不要というふうになっております。でこちらね下の方を見ていくとですね、虚偽の申請であることが判明した場合は還付金ね返金する可能性があるというふうにね書いてありますので、こちらね正確に記入するようにしてくださいね。またなんですけども、こちらの書類に関してはですね、特に一緒にね、なんか証明書を送るっていうものではなくて、まあ、書いてね、申請するだけっていうふうになっております。それではですね、次に送付先ですね、郵送で送る場合は、
ちょっとここら辺にね画像を出しておきますけども、こちらにね送る形になります。動画の概要欄にもですね住所ね記載しておきますので、そちらねチェックしておいてください。またねこちらは送る先なんですけども、観光庁ではありませんので、その点もね覚えておいてください。 GoTo トラベルキャンペーンは基本ね観光庁でまあいろいろ情報が出てたりしてたわけなんですけども、送る先はね観光庁ではありませんので覚えておくようにしてください。で締め切りなんですけども、9月の14日の決心有効っていうことになっておりますんで、郵送される際はですねぜひね時間に余裕を持ってね送るようにしてくださいね。それではですねオンライン申請方法をね見ていきたいと思います。まあ個人的にはですね郵送よりまあオンラインでやった方がですね郵送代等々もかからないですし、郵便ねわざわざ出しに行く手間等々もねなくなりますんで、個人的にはこちらの方がおすすめっていう風になっております。でこちらの申請サイト自体はですね GoTo トラベルキャンペーンの公式サイトにありますんで、動画の概要欄にね入れておきますので、こちらねチェックしてください。こちらね申請サイトの画像ね出しておきますけども、一度にね申請できる宿泊施設は3つまでっていう風になっておりますんで、まあ、3つね同時に申請することができます。まあこちらに関してはですね必要事項で入れていくだけっていう風になりますんで、まあ、そこまでね難しくないと思いますんで、次行きたいと思いますね。でこれね上からね順番に入力していくとですね、下の方にですね支払いの分かる書類であったり宿泊証明書だったりね証明書をね添付するわけなんですけども、こちらね3つの宿泊施設まで一度にね登録はできるんですけども、それに関する書類宿泊証明書だったりそういうのはですね1個しか添付することができませんので、ちょっとね私やってみたんですけども、携帯とかでですね、まあ、3枚書類を並べてちょっと上からね写真撮ってみたんですけども、普通にねできましたね。まあこうやってね申請するしかない現段階ではなさそうですので、まあ皆さんね3つね申請するところがある場合にはなるんですけども、3枚ね並べていただいて、まあ上からね写真撮るみたいな感じでね申請する形になります。それでですね iPhone 使われている方ね、この動画見ている方で結構いらっしゃるかもしれないんですけども、 GIF JPEG PNG ということで iPhone のねそのままの写真だとこちらね添付することできませんので、ちょっと画像を出しておきますけども、 iPhone の設定からカメラを選択していただいて、フォーマットっていうところに互換性優先っていうのがねあると思いますんで、こちらね切り替えていただくと撮影した写真が JPEG でね保存されるようになりますんで、こちらね覚えておくようにしてくださいね。そのままの、最初のね設定で撮影しちゃうとですね、おそらくですけどもこちらね NG で多分添付できなくなってしまうと思いますんで、こちらね覚えておくようにしてください。いかがだったでしょうか。今回ですね GoTo トラベルキャンペーンの事後申請開始ということで解説させていただきました。ぜひね対象のね旅行を持っている方は間違いなくね申請するようにしてくださいね。 35% ねこれで割引は受けられることができますので、お得に、まあ、これをね申請しないとねお得になってないって感じになってしまいますんで、ぜひね忘れずに申請ね、そしてできるだけ早くね申請するようにしていただければなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル JAL マイルお得情報クレジットカードマリオットボンボイホテルのことなんかね発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。